というわけで、つばさチャンネルの新田つばさです。よろしくお願いします。まあ今日も、まあ、タクトのね、はい、動画を僕たちは撮ってるからなんですけども、うん、僕はでもこの時間が楽しみで仕方がなかったんです。まあだからちょっと僕のこの立ち話に、はい、興味が湧いちゃったわけですね。もう特に前回ですよ、うん、まあ、僕しばらく聞いてましたけど、うん、まあでも今回もって感じですけども、このチャンネルはね、はい、まあ、このチャンネルというかここで扱うこの動画に関しては、はい、もう本当に僕で、ね、あれなんだっけなとかも調べません、うん、もうあえて、はいはい、もう自分の記憶の中だけで話をするんで、はいはい、正確にちょっとなんか伝えられない部分とか、はいはい、間違いとかも起こると思うんですよ、はいはい、であとはもうほんとなんつうのかな、この当時にこの ゲームじゃないスロットとかね、うん、パチンコをやってた人が懐かしんでくれればいい、はい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 、ね、今はもうほんとゲーセンでしかいじることができないわけですよ。それを今だからリアルなそのパチ屋の中のお話としてやってるんで、まあ本当にコメントくれたじゃないですか、うん、そう本当にだからそういう方たちもそういうのを経験してた、あれのが嬉しいんですよ、はい、だから本当に理想でしたね。この人は何ですか、まあ、当時はヤクザみたいな頭パチパみたいな、こんな時代です。これ僕付け足して言うとね、はい、当時僕がその言ってた、コンチネンタルを売ってたんですよ、はいはいはい、リバティーベルの話もしましたね、はい、このお店、大体コーナーに灰皿を置いてあるんですよ、はい、店員そこでタバコ吸いながら立ってますからね。これやりながら接客やってるんですか。そうです。あと店長も、まあ、ある程度の時間になるとタバコ食えながら出てきますからね事務所からこんな感じですよ。ヤクザやん。おう、はいはいはい、こういう時代なんです。で、呼ばれるとタバコ一旦置いてサービスをしに行くって、このぐらいでしたから、はい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 、このぐらい自由な時代。じゃあその客層的に、うん、今は僕一瞬働いてたことがあるから、はい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 、まあ本当にいろんな方がいるわけですよ、うん、ちょっとこわもてな方もいれば、はいはいはい、なんかまあそう絡むことないだろう、よりどり緑ですね本当に、はい、だからまあ当時僕はまだ10代ですから、はい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 、今話してることは、ね、もちろんヤクザもみたいなのいっぱいいましたよ、はい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 、いたし普通に街のおばちゃんたちもいたし、本当そこからそうこれね僕ちょっと伝え忘れてたんですけど、なんでしょう、まあ、この、パチンコの話からリバティーベルの話、はい、コンチネンタルの話をしたお店は、はい、すぐ事務所の突き当たりにあった。はい、このお店はね、ゴールドという名前。ゴールド。マスガイキこれを見てて、知ってるよ。こういうのもちょっと欲しいなと。西新宿の。西新宿あれは8丁目に当たるかな。8丁目。ゴールドと。はいはい。小さいパーラーゴールドって。パーラーゴールドに万が一。1階と2階があったんですけど、はい、まあもう本当に一島、はいはい、うん、3列の奥もあっての、まあ3列一般フロアぐらいの小さなお店ですよ。まあこのお店でした。いや、いたらこれ熱いですよ。そうです。かつてその近くにね、三平ストアとかね、あったんですけど。あそこまではわかんない。はいはいはい、はいはい、まあだから本当にこの辺りにこの当時住んでる人であれば知ってる。あってなるか。街のパチンコ屋さん。はいはいはい。だからね、会社帰りのサラリーマンとかってあんまりイメージないですね、うん、僕当時。はぁ、うん。もう本当に近所の人が行くお店なんですよ。はいはいはい、遊びに行ってるから。そうそう、だからもうスウェット姿でサンダル突っかけて来るおばさんとか。はいはいはい、はい。こんな人たちですよ。お客さんのメインは。ね、はいはい、はい、で、子供連れで来るおばちゃんとか。はいはいはい。当時 OK ですからね。ほんでね、まあ前回、はい、コンチネンタル。そうです。で、大岡東宝ですね。そう、かっこいい。こんなのがあったと。しびれましたね。でね、やっぱこの後に僕はこの当時まだ全然攻略のあれで目覚めたりとか、パチプロとして頑張ろうとかも何も考えてないんで、全然この機種を追っかけてどっか違う店を行こうかとかも何も考えてないんです。で、しばらくここで打ってたんですけど、どうにもなんかね、出し渋るというか、出し渋る、うん、なんかカステラ爆発力がねえなと、まあもちろん基盤を変えてるんですけどね。はい、そうですね。だけどやっぱちょっと手応えがなくなるんですよ。うんうんうん、この時にもう一点近くに街のパチンコ屋さんがあるんです。あ、そうです。なんかちょろっと、これは僕が子供の頃によくばあちゃんと母ちゃんに連れられて行った最初に言ったシーソーがあったりとかする、はいはいはい、入り口のところに行って、はいはいはい、これがねセブンって呼ばれる。セブンですか。こっちの方がどちらかというともっとちょっと古い感じの雰囲気のお店。ほうほう、もうそれこそ、はい、あの、学校の教室の床みたいに、もうそれこそタバコの焦げ跡がついたような茶色い床ってあるじゃないですか。まあ、汚らしいって言ったらあれですけど、そうそうそう、ワックスかけるようなはい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 。本当にこんな感じですよ。はい、でも、丸い椅子、うんうん。ね、当時これ言いましたっけ、背もたれない椅子ですからね。それも今初耳でした。ね。疲れるでしょうよ。いや、でも多分それが当たり前なんですよ。すごい、こういうことですもんね。そうそうそう。それが当たり前の時代ですから。背もたれができた時は、あ、だいぶ椅子も楽になったなって、このぐらいですよ。すごいな。椅子の進化。昔はもう丸い椅子が並んでるんですよ。はいはい。本当カウンター系。そう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 。なるほど。でそこにね、うん、これはねまた名機ですけど、前にチャレンジマン AZ っていうスロットがあったと言います。なんかチラッと名前、はいはい、で一発台のフェアリーという台を、はい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 、これ寝台入れ替えして、このチャレンジマン AZ がなくなってセブンボンバーっていう台。セブンボンバーもうバルテックの名機です。おうおう、これ当時ね
アークテクニコからワイルドキャッツっていう機種があるんですけど、はい、メーカーが違うんだけどリール配列全く一緒G1 名演出全て一緒っていう台があるんです。じゃあ同じじゃん。ただ柄が違う、はい、で僕がやったのがセブンボンバー、はい、これ7がねキラキラシール貼ってある奈良で、うん、キラ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 するんですよ。わかりやすいじゃん。そう、目押ししやすい、はい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 、でこれがまた吸い込み方式というのをまあ後々気づくんですけど、うん、まあ要するにはまった後に爆発するような。あ、なるほどね、はいはいはい、大連チャンピオンね。でもうなんつうのかな、基本フラグを貯金するというものがあるんで、はい、まあだからもう本当に適当に売ってるおばちゃんたちの後をやるっていうのがまあ基本デフォーなスタイルっていうのが後々判明するんですけど、はいはいはい、でこの当時またこの話もしてなかったんですけど、はい、モーニングってものがあるんです。機種ですか。モーニングというこれはもう喫茶店のモーニングじゃないです。もうそれしか浮かばないでしょ、うん、それかって。まあでもそこにカッコつけてついた名前なのモーニングです。いや分からんのよそのモーニング。モーニングっていうのは何かというと、はい、朝一の特典なんですね、うん、朝開店前にもうビッグボーナスが立つように仕込まれてる、何台かが、これを狙いに朝みんなお客さん並ぶ。それはもうワンゲームでフラグ立ってるわけだから、もう7を目押すれば揃える。そういうのがモーニングというサービスなんです。これはお店側の、これ合法です。この当時後々禁止になります。ダメなんだ。そうだけどこの当時はモーニングというのはもう当たり前、もうどこのお店でもやってました。だからもう本当になんつうのかな、ちょっと会社をサボったサラリーマンがモーニング代にありついてそれを交換して買いたい、はい、一瞬でさえ切った。ただだいたいどこのお店もそうだったんですけど、うん、11時まで交換できない。10時のオープンから1時間は交換できない。打ってくださいって俺。そうだけど、はい、まあまあ別に打たないでじーっと1時間待ってれば、まあ、1000円分で5000円ぐらいになるわけですよ。まあこういうことももちろんできる、はいはい、けどそれをまあ種にしてもちろんそのまま継続して打つということもできる。うん、でやっぱね、まあ後々ずっとまあモーニングが入ってる期間が、そうですね、僕がパチンコを打ってるパチスロを打ってる中で 2,3、うん、年続いてたんですけども、うんうん、はい、まあ後々わかるんですけど基本モーニング代に高設定って入れない。あ、なるほど ね、はい、だから当時はみんなモーニングに群がってたけど、はい、まあ最終僕はモーニングじゃない機種を狙うんですね。一発だからない台の方が高設定の可能性が高いわけですから、はい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 、その朝一のビッグボーナスはいらないわけですよ、はいはいはい、うん、っていうだからモーニングでは避けるっていう戦法があるんで、あそこモーニング入ってるあそこモーニング入ってる全部記憶しとく。ほんとそこ以外のところにおそらく高設定は入ってるぞ、はいはいはい、まさか高設定入れてる台にわざわざそんな投資ね、かさまないようにモーニングなんて仕込むなんていうのはないわけですよ普通に考えれば。そうそうそう、はい、でもこのセブンボンバーさんは本当に連チャンして、はい、あ、面白い機種だったんですね。ほー、ただこれ結局後々、はい、違法また CS90 となってアウトです。なんで、あ、だから結局そのクラロー、そうそう、はい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 、でこれで検定取り消しになっちゃうんですよね。そう、同じです。だからあのコンチネンタルとはね、ここでかいわけですね。まあ、結局ここのメーカーは出せなくなります後々の機種を。でもちろんですけどワイルドキャッツのアークテクニコもそう、はい、まあ、本当にまた本当にこれがね3号機めちゃくちゃ多かったんですね。裏物で取り消される。そうそうそう、検定を取り消されるすげえ時代だな。だけどまあしばらくそこのお店にずっと通い続けました、はい、まあ、だから朝一の方は例えばゴールドにいて、はい、あの昼過ぎからこっちへ移るとか、まあ、そういうちょっと立ち回りをやってたんです。お店ごと今日はこっち朝から行ってみようかなとか、はい、その気まぐれですよ、まあ、そんなにデータ見せることはない。ただこっちのセブンはちょっとね、うん、常連客がいけすかなくて僕の中で嫌いなんかちょっとそのアウトロー的な3人組のおっさんたちがいたんですよ、はい、そのうちの一人と僕どうにも合わなくて、あの喋ったことはないんですけど、そうそう、いや、どういうことで合わない、まあ、要するに向こうも煙たそうに見てる僕らの、僕のことをね、まあこの若造がなんか最近聞き始めやがったなみたいな、へ、僕もそれはそれでだものさんみたいな顔して見てるんで、いや目は合うみたいな、そうそう、一回も喋ったことないんだけど、まあなんか居心地は良くないんですよ、まあ、当時本当に若造ですか僕ね、はいはい、僕そんなシーンヤンキー漫画でしか見たことないんですけど、あの3人組のうちの2人とはまあほとんど絡むこともないし、ただその1人のおっさんだけはまあ僕のあんまり好きじゃない、今でもその顔いたら嫌だなっていうぐらいの そんなはまあ好み的な問題なんだけど、もしかしたらいつもそういう顔しててなんとも思ってなかったかもしんないし、喋ったことないからまあね、真実わかんないですけど、はい、まあ、あとはまあそこにいるなんか主みたいなおばちゃんがいて、まあ、このおばちゃんがまあいろんな人に喋りかけるんですよ。あ、なるほど、ね、僕にも話しかけてくるし、その3人組とも仲がいいし、はい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 、なかなかまあそういう感じでなんつうか間接的なね、はい、そういう知り合い感みたいなのが出来上がるんだけど、面白いです、まあ、ただなんかやっぱり居心地がいいのは元のこっちのお店なんですよね、ゴールド、うん、はいはい、だけどまあなんかしばらくして、うん、やっぱちょっともうちょっといろんな機種みたいな、そこにある台以外にも、はいはいはい、はい、でね、この時にね、うん、ゴールドにいた頃に、うん、いっ
つも夜に来るあんちゃん。夜、はい。で、僕がまあ当時10代。で、まあ最終この人とはね、5つぐらい違ったのかな、年が。ああ、はあ。5個ぐらい上だった。向こうが、はい、はいはいはい。でね、話しかけてたんです。ほう。このあんちゃんが。はい。なんかもいるよね、みたいな感じで。すげえ。で、まあ、なんか、ああ、でも俺、こっちも見たことあるわけだから。はいはいはい、はい。っていう感じで、もうなんか当たりなし触りのない会話を、まあしばらく続けるんだけど、まあある時に、なんか飯食い行かないっていう話になって、はい、飯食いに行ったのがきっかけで、なんかパチンコ仲間ですね。この彼が結構中野坂上のすぐ近くに住んでて、近いな、まあ、近い近いです。だから帰り際だったんですよ、この人は、はいはいはい、この人はね、床屋さんだった、美容師さん、はい、だから月曜日がお休み、はい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 、だから月曜日になると朝から顔を合わせる、こういう日が続くんです、はいはいはい、でそうやってうちに仲が良くなっていって、毎回飯を一緒に食べるってやってるうちに違う店行ってみる今度、なるほどね、話になって、はい、店をチェンジするけど、今度そこでまた別の機会にはまるんです、ね、ほーセブンボーはカラーさらにと、はいはいはい、だからもう本当にまずリバティベルから始まり、うん、リバティベルが撤去され、はい、コンチネンタルが入る、はいはいはい、でコンチネンタルをやってる間にセブンボンバーという台が出てくる、はい、でもここら辺で回して、まあ、2店舗だって行き来してたのが今度歌舞伎町、おそして今でいうエスパスです、エスパス当時の日卓ってお店なんですね、日卓ここの4号店にまず飛んだんです、はいはいはい、まあ、これはまあじゃあ次回ということで、ああ分かりました、はいはいはい、了解です、はい、はい、じゃあどうした翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。